松山南道路愛媛県松山市東、石井松山南道路は、愛媛松山市森松町から同市勝山町に至る延長 5.9km の国道33号バイパスとして建設される道路で、交通混雑の緩和及び交通安全の確保を図ることを目的としたものである。高知市から松山市へ至る国道33号の一部で、 東道路はその終点である松山市内の大部分を占める。沿線は松山市の南部市街地であり、人口が多いほか、松山自動車道松山インターチェンジと松山市中心部を結ぶメインルートでもあり、交通量は愛媛県内最多である。東道路の大部分にあたる起点から天山交差点までは、原動拡幅